はいどうもぴっちり横分けパテポス協会でございます。さあ本日は iPhone のアプリをご紹介したいと思います。こちらパソコンの画面映ってますけどね。はい、今回ねご紹介したいのはねこちらボンと出てくる、こちらあボンと出てくるね。こちらの方のね、俺どこに入れたかな、ライフやったかな、こちら真ん中の一番下の方にあるね、総合お薬検索ってやつ、これこちらの方ね、これとても便利なんですよね。これね、どういうねアプリかと言いますと、薬を検索するアプリで、例えばですね、薬処方箋、まあ処方箋でもらうね、薬局とかでもらったお薬、うん、いろいろありますよね。だけどね、ちょっとだけ日が経っちゃってね、あれこれ薬何やったっけねってね、紙とかついてますけど、最近ねこれどういう薬ですかっていう、これどういうのに効果があるかというときにね、こちらしよう。例えばね、まあ皆様有名なロキソニンとかね、女子ならあのお世話になってるロキソニンね、ロキソニン検索するとですね、いろいろ出ます。ロキソニンテープ、ロキソニン最流 10%、ロキソニン錠 60mg とかって出ます。でね、一応約18.6 円とか出るんです。いろいろ出るんですよ、これね。で、この薬の作用と効果についてパッと調べるとね、炎症を引き起こすプロスタグランジンの、整合性を抑え、炎症に伴う腫れや痛みを和らげ熱を下げますと、まあ、要は消炎剤ですね、これね、通常関節リウマチ変形性関節症ほか手術後の外傷及び抜歯後の鎮痛症、まあ鎮痛剤ですね、ロキソニンとは鎮痛剤ですよっていうことで出ますよ。それでもっとね調べましょう、何があったかな。例えばね、ムコスタとかあるかな、それでムコスタね、ムコスタ検索ね、これ調べましょう。ムコスタいろいろ出ますよ。ムコスタ錠 100mg も調べましょう。これでね調べるとね、この薬の作用について胃の粘膜プロスタグラジン E2 増加作用やなんやらかんやらどうやらこうやらって感じでね、まあ、要はその胃の粘膜とかのその改善、要は胃潰瘍とか治療とかね、まあ、なんかねそのなんかもうそういうことしますよって出るんですこれ ね、まあこれね、まあ要はね、まあ日が経ってそれ何かわからなかったら薬飲むなよっていうのはこれはまあそれはもう基本として置いといて、うん、まあ、あの薬局薬店の指示に従うのはもちろんなんですけども、だけどまあこれ取ってるやもうどうもあれやもうお腹が死にそうに生きてるという時ありますやん、うん、お腹死にそうに生きてる時、そういう時に使ってください。で、例えばね市販薬とも知らないけど、市販薬ね、例えばバファリン出ましたっけ、感じは。これをバファリン検索かけますよ。バファリン検索かけますよ。ほならバファリン A80 錠、バファリン A60 錠。いろいろバファリン出ますよ、これバファリンがね。バファリン風邪 EX 錠だね、うん、バファリンルナとか、バファリン下流とか、バファリンプラス S、バファリン風邪 EX、いろいろ出ません。バファリンルナ J みたいな。バファリンルナ知恵はどうやつかね、お調べますよ。8錠入り650円、まあ、これはあの、なんていうの、希望小売価格、希望小売価格かもしれませんけどね、うん、小中学生7歳以上15歳未満専用の牛乳、あ、ということはあの思春期らへんけどね、苦くないフルーツ味、そうなんです。小中学生に適した鎮痛成分と配合量、眠くなる成分を含まない、噛んでそのまま水なしで飲める、なのに生理痛や、ね、月経痛、頭痛、まあ、鎮痛剤ですよと、あと風邪とかの他、発熱時の解熱に効きます。どうですか、市販の薬まで調べられるんですよこれね。例えば、ね、これもっといいところあるっていうのこれね、例えばね、病気から探す、何これ、足爪や悪戦、まあ、うつ病いきましょう、そこよ、うつ病ね、うつ病、デパス、パルシル錠、マイスリー、ソラックス、もうこれまで、ね、まあ、あるんじゃないですか、こういうの、身に覚えのある人、これ出されたっていう、冷蔵機、
なんかいろいろあるねこれね。でもいろいろ適当ピャーってペッてする。レメロン、レメロン錠15mg、レメロン錠 15mg、一応で 171.2円、薬価ね、薬価ね。脳内のノルアドレナリン、セントロニンの神経の伝達を増強することにより気分を和らげ、不安、イライラ、みんなどの症状を改善します。通常、うつ病、うつ状態の治療にも用いられます。こういうふうにいろいろ調べられるね。え、まあ、薬局薬店の指示に従ってください。薬局薬店の指示に従ってください。ね、これね、コラボで僕もともと知らなかったんです。で、これなんで知ったかっていうと、あのね、看護師の友達が、あのコラボでいいよって、例えば普通になんかわからんからこれ調べって言われて、看護師さんが使ってました。僕の知り合いね。例えばもうだってもう覚えられないでしょ、薬なんて、もう無限にあるし。うん、それもあのなんていうの、脱法ドラッグまであるわけじゃないですか。ね、お医者さんが出した処方したあの薬がどういうやつかっていうのを全部コンピューターにインプットできてない可能性もあるわけじゃないですか。そういう時にこれをパッ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 フリックのようなピッピッパッパッって、ね、調べるというね、そういうものでございます。まあ、インフルエンザ、インフルエンザにはカロナール、カロナール錠200、カロナール錠1錠で 8.6 円、安いですね。この薬の作用効果について、中枢神経に働きかけて解熱鎮痛効果を発揮します。また、体温調整中枢に直接作用し、熱放散を増大する熱を下げます。通常、頭痛、腰痛、吐いた、変形性関節炎の多いな、関節症多いな、鎮痛、急性上気道炎、生じ小児科領域の解熱鎮痛などに用いられます。まあ、要は解熱剤で鎮痛剤があるというか、あなたの持ってるこの いけない薬の名前が、名前から調べるっていうことです。これめっちゃいいじゃないですか。これめっちゃねおすすめですよ。総合お薬検索、まあ要はね1個ぐらい、まあ、これ入れといても損じゃないじゃない、無料なんで、これ無料の無料アプリなんでね、まあ、これ入れといて、なんかもう急な時、もうどうしようもない時、薬局薬店の、指示を仰げない時、お医者さんにすぐかかれない時に、まあ、自己責任で薬を調べて、これでもいけるかなと思って飲んでみても、よく良いとは言いませんけども、うん、なんか自己責任でやってみたらどうですかっていうことでございます。総合薬検索、一家に一台総合薬検索でございます。横分けパテモソ協会、パテモソ協会でございました。ご清聴ありがとうございました。